さん、こんにちは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日はモナクロギャラリーのご案内をさせていただきます。以前お話ししましたけれども、毎月1日目、1のつく日に皆さん方からお預かりした作品を一本の動画にして紹介させていただく日とします。作品を見るっていうことはすごく刺激的なことであり、多くのことを学ぶことができます。偉大なアーティストや写真家であっても、全く何もないところから作品が生まれてきたわけではございません。多くの作品を見ながら、学びながら、それぞれの世界観というものを築き上げたと思います。まあ、我々はね、アーティストになろうとかそんな目標ではなくて、とにかく楽しむということを目的としながら、このギャラリーでお互いに切磋琢磨できればと思っております。これはキャパっていう雑誌のフォトコンでしょうかね。部門を設けたりして、スナップの部とか、スポーツの部、生き物の部とかね、こういったところに作品を出してね、いろんなことを学びながら楽しむというのはね、もうとってもいいことだなと思います。それを、このチャンネルの中でやってみようということになります。具体的なことをお話しします。モナクロギャラリー1月作品を募集ということで、まず掲載は2021年1月1日のこのチャンネルの中で、スペシャル動画を作り投稿させていただきます。まあ、できれば午前中には、あげたいなと思っています。でテーマですけれども、今回は自由。この1年間撮りためた写真でも結構でございますから、とにかく皆さん方に見ていただきたい写真、作品をですね、お送りいただければと思います。締め切りは、編集の関係がありますので、12月30日までにお送りください。送っていただいた作品はすべて掲載します。次に募集要項ですけれども、できれば1タイトル、2氏名またはアカウント名、3可能であれば撮影データとコメント。あんまり細かいものがあると全て紹介はできないと思いますが、もし撮影データやコメントをいただくことができれば紹介させていただきます。文字で紹介するか、私が読み上げるかはちょっと微妙なところです。まあ、点数ですけれども、4点以内にしていただきたいと思います。100点も集まるともう編集が大変になりますので、1人4点以内で、組写真も可能ですから、組写真といっても2点の組写真、3点の組写真、あるいは4点、最近はツイッターなどではこう1234点、4点の組写真のようなものも多くなってますよね。まあ、そのあたりは皆さん方にお預けいたします。ただ組写真なのかどうかわからないと困りますので、何かわかるようにご連絡ください。で送付先ですけども、モナクロギャラリー1月号宛てということで、 Gmail メールアドレスを掲載しました。コミュニティ欄の方にも掲載してありますので、コミュニティを見ていただければわかりやすいかなと思います。ただですね、今あるコンペの
審査の関係で私のところに大量の作品が送られてきていますので、 そのコンペの作品とモナクロギャラリーの作品が一緒にこのメールアドレスに入ってきます。なので、ぜひモナクロギャラリー1月宛てって入れてください。それを分類していく作業もありますので、ちょうど12月28日締め切りのコンペと重なっておりますので、よろしくお願いします。で、皆さん方のコメントの中にハッシュタグでいいんじゃないですかっていうね、貴重なご意見をいただきました。ありがとうございます。それで、メールでお送りしなくてもですね、ツイッターやインスタグラムのハッシュタグとしてモナクロ202101と入れていただくと、私がネットで検索してその作品を回収します。ですからご自分のツイッターなりインスタグラムの方にこのハッシュタグをつけて投稿していただければ、送っていただいたと判断させていただきます。ただ見落とすことがあるかもしれません。その場合はね、ご容赦ください。30日ぐらいまで見ますので、31日に、ハッシュタグをつけて投稿されてもちょっともう見ることはできないと思います。ハッシュタグの場合には早めに、できれば29日ぐらいまでにお願いしたいと思います。とりあえず初めてのことですので、この形も使わせていただきます。よろしくお願いします。留意点なんですけれども、サイズは短編が 1080 ピクセル以上になるようにしていただきたい。この私の YouTube チャンネルは 4K ではございません。残念ながらフル HD です。で、フル HD っていうのは1920と1080、1920と1080でできています。この画面ですね、みんなが見ている、になりますので、これ以上の解像度が必要になります。だからまあ一番短い部分ですね、縦の部分では1080ピクセル以上の作品にしてください。まあ通常撮ったものをそのまま送ってもらえれば、この何倍ものね大きさになっていますので、全然心配はいりません。解像度は 72dpi にしてありますが、まあウェブで見る場合には300であろうと350であろうと72であろうと全く変わりません。印刷ではございませんので、まああまり気にしないで送っていただければと思います。初めてなのでどうなるのかさっぱりわかりませんけれども、皆さん方の作品を見るのがねすごく楽しみですし、何よりね、今までは皆さん方を私は知る機会がなかったんですよ。コメントを書いてくださる方々にはね、あ、こんな方なのかなとか、いつもありがたいですねって感謝をしていますけれども、今度は皆さん方の作品をお互いにみんながね見合うことができますので、これはね楽しいと思いますよ。私の作品も入れさせていただく予定になっております。まあすでに、ご覧になられたものもあるかもしれませんけれども、そんな形でやっていきます。第1回1月1日に向けて、皆様ガンガン作品をお送りください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。